アーガイル公ギャンベル家の紋章アーガイル公爵は、イギリスの公爵位。スコットランドの氏族の一つ、キャンベル氏族の族長であるキャンベル家は、1445年に、キャンベル教、1457年に、アーガイル伯爵を与えられた。そして1701年に重大アーガイル伯、アーチボルド・キャンベルが、アーガイル公爵に上されたのが、アーガイル公爵くらいの始まりである。 さらに1892年には8大アーガイル公、ジョージ・キャンベルが連合王国貴族としてのアーガイル公爵位も与えられている。アーガイル公爵家の居城、インバレリー・ジョー・バックに立つ第12大アーガイル公、イアン・キャンベル。アーガイル公爵家のスターリングの邸宅として使用されていたアーガイル・ロッチング。キャンベル家はスコットランド中西部を占める巨大なクランである。 キャンベル氏族の族長家系である。スコットランド西部アーガイルにあった古代王家の女系の末裔とされ、14世紀にサーニール・キャンベルがロバート一世への側近として大統し、ロバート一世の姉、マリー・ブルースと結婚した。ニールの息子であるサーコリン・キャンベルがアーガイル地方に広大な領地を与えられた。キャンベル家に初めてスコットランド貴族借位が与えられたのは、 サーコリン・キャンベルのひ孫にあたるダンカン・キャンベルが1445年にキャンベル教に除されたのが最初である。キャンベル教諭を継承した孫の第二代キャンベル教コリン・キャンベルは、西部のクランのローン教スチュアート家の娘イザベラと結婚し、それによって、キャンベル家は、西部クラン最大のクランとなった。彼の代から、キャンベル家の長は、マッカランモアと呼ばれるようになった。 彼は1457年に、スコットランド貴族アーガイル伯爵、1470年に、ローン教に除されるとともに、中央政界で活躍し、スコットランド大法官やスコットランド法院長等を、歴任した。また1488年には、第5代、アンガス伯、アーチボールド・ダグラスら他のスコットランド貴族とともに、ジェームズ三世敗員の軍を起こして、同王廃止に追い込んでいる。 初代白の彦である四大アーガイル白、アーチボルド・ギャンベルは1557年に第四大モートン白、ジェームズ・ダグラスと共に、プロテスタント信仰を誓う、第一次信仰名約を締結しており、スコットランドうちの親イングランド派政治家だった。四大白の創尊八大アーガイル白、アーチボールド・ギャンベルは1641年に、チャールズ一世より、スコットランド貴族アーガイル公爵に助され、 1642年にはチャールズ一世のためにスコッツガーズを創設したが、新京都革命では長老派としてチャールズ一世の宗教政策に反対してイングランド議会派軍に転じている。しかし国王の処刑には反対し、1651年にはチャールズ二世をスコットランド国王に擁立した。それによってオリバー・クロムウェル率いるイングランド共和国軍の スコットランド侵攻を招くと国王を見限って、クロムウェルに教順したが、王政復古後の1661年5月に、大逆罪で処刑された。その長男の旧ナイアーガイル博、アーチボールド・ギャンベルは一貫して、王党派として行動して、クロムウェルに投獄されていたため、王政復古後も、チャールズ2世から徴用されたが、王帝ヨー区公ジェームズとは不仲だったため、 チャールズ二水放浪後にモンマスの反乱に加担し、反乱鎮圧後には、大逆罪で処刑され、所領も募集された。その長男である重大アーガイル博、アーチボールド・ギャンベルはオランダへ渡り、オレンジ公ウィリアムに協力し、1689年には、ウィリアム三世を大いにつける、名誉革命の成功に尽力した。その功績で、アーガイル博爵くらいと所領を復帰させた。 1692年にウィリアム・サンセイがスコットランドの各クランに中世の誓約書の提出を求めた際、グレンコーのクランのマクドナルド家だけ提出が遅れ、マクドナルド一族が皆殺しにされる事件があったが、この虐殺はウィリアム・サンセイの命を受けた重大アーガイル博の仕業であったという。 ウィリアム三世への中勤から1701年6月23日には、アーガイル公爵、インバレリー、マル、モーバーン、タイリーキン近代アイコールローン公爵、ロッコー・グレニール磁石、キャンベルコール伯爵に助せられた。その長男である二大アーガイル公、ジョンキャンベルは1707年のイングランドスコットランド合同交渉にあたって、スコットランド代表を務め、 イングランド優位の連合条件を飲んだ。また1715年のジャコバイトの反乱の際に鎮圧の指揮を取ったことで知られる。彼は1705年11月26日にイングランド貴族爵位グリニッジ伯爵1719年4月27日にグレートブリテン貴族グリニッジ公爵に上されているが、男子相続人がなかったため、一代で耐えている。 この2大アーガイル校と続く三大アーガイル校、アーチボールド・キャンベルの第にアーガイル公爵下のスコットランドにおける影響力は最高潮に達し、スコットランドの地方政治を手中に収めるようになった。そのためしばしば、ロンドンの中央政府と対立した。5大アーガイル校、ジョン・キャンベルは、軍人としてキャリアを積み、ホイッ等の庶民議員も務めて、 1766年12月23日には、クレートブリテン貴族サンドリッチ男爵に助手された。その長男である六代アーガイル公ジョージは、父からアーガイル公爵位を継承する前の1799年8月2日に、母からクレートブリテン貴族ハメルドンのハミルトン男爵を継承している。八代アーガイル公ジョージは自由党の政治家として、 インド大臣や王子少書などの閣僚職を歴任し、1892年8月7日には、新たに連合王国貴族アーガイル公爵に除された。その長男である9代アーガイル公ジョンは、就職前にカナダ総督を務め、また、ビクトリア女王の4女ルイーズと結婚しているが、子供はできず、爵位は老いに移っている。11代アーガイル公、イアン・キャンベルは、ハイランドに属して、 第二次世界大戦に従軍したが、1940年のフランス戦でドイツ軍の捕虜になっている。2016年現在の当主は13代アーガイル公トーキルである。彼はキャンベル氏族長と地主としての仕事をしながら、ペルノリカールでコンサルタントも務め、スコッチウイスキーを推進している。アーガイル公爵家下の居城は現在に至るまで、 スコットランド・アーガイル・インバレリーにあるインバレリー城である。家訓は忘れる中で。現在の当主であるトーキル・キャンベルは以下の尺位を保有している。法定推定相続人は現当主の長男ローン公爵、アーチー・フレデリック・キャンベル。アーガイル公爵・キャンベルやケーズ。ありがとうございます。